過去 の点って言ってもいいと思うんですね、うん、そんな川澄選手ですね、はい、小学校の頃からやっぱり才能というのはズバ抜けてたんでしょうか、はい、あのスピードはありましたね、ダントツでしたで、まあ、あとはね、あのみんなをまとめるリーダーシップといいますかね、すごいあのまとめて全部どんどん引っ張っていく、そういうところではね、ズバ抜けてました。うん、全大会に引き続きね、いよいよ次は川澄選手あの活躍してますけども、地元も盛り上がってますか。はい、おかげさまで大和市は川澄のおかげで盛り上がっております。あ、まあ、他にもあの大野選手も頑張ってくれてますんで、神尾の目も、やってますんでね。いや、もう後ろの盛り上がり見れば分かりますよね相当ね盛り上がってますね、はしゃいでますね、もうはしゃいでますねやりましたね皆さん、しゃあもう何言っても今盛り上がる感じになってますけれども、さあ川澄選手、上尾野選手の恩師加藤さんに、うん、決勝に向けて川澄選手に伝えたいこと、メッセージをお願いします。はい、もうここまで来たら、決勝は楽しんでください、うん、そうすると結果はおのずとついてくるだろうと、うん、いうふうに思います、うん、そうですね。前回は金メダル見せに来てくれたということですけれども、そうですね、店に来てくれて、みんなで、パレードをやりましたから、うん、また、3万人とか4万人集まると思います、うん、で行きたいと思います。やっぱり決勝も本気の応援加藤さんもしますよね。はい、またもう1日最後ですから老体に鞭打ってやります。加藤さんありがとうございました。皆さん決勝も頑張りますよ。こちらからは以上です。はい、谷岡アナウンサー、そして加藤さんありがとうございました。も、ね、盛り上がりあそこから入ったからすごいと思ったら、ね、聞いた周りね、まあ、まあまあ平日なんで皆さんもうお帰りになられるとあとでしょうけど、ね、びっくりしましたけどね、はい、それにしても嬉しいですよね、うん、もちろん川澄選手もいましたけど、はい、三山選手も全員もやっぱり団結として取ったこの勝利、もうミシミシと今後感じていきたいと思うんですけれども、でも本当川上さん、はい、あのなでしこのこの外から見ててもすごく仲良くてね、なんかこう、はい、チームワークがいいというか、それ伝わってきますよ。もう前から前大会もそうでしたけど、そうですね、この試合の前にもね、あの澤選手が LINE くれたんですけど、ラインをものすごく仲良いですね、雰囲気がいいと、雰囲気いいと、だから今日は絶対勝てるはずだって。あ、そうです。だって出る控えの選手たちもね、本当にこうもう一緒に戦ってる感じで、はい、そうなんですよね、ベンチから本当に福本選手だったり金田選手っていうのがすごい常に声を出して ね、いい雰囲気ですよね、はい、はい、先ほど VTR で宮山綾選手を宮山選手というふうに言ってしまいました、うん、大変失礼いたしました、訂正いたします、はい、うん、さあここでですね、感動の準決勝の様子を改めて振り返っていきたいと思います、はい、振り返りましょう。ジャパンビクトリーを取りました。さあ勝利を勝ち取ったなでしこジャパンですが、うん、早速ですね、感動のこの準決勝のまず前半の様子を振り返っていきたいと思います、はい、一緒に見ていきましょう。 FIFA 女子ワールドカップ準決勝、イングランドと対戦したなでしこジャパン、先発メンバーは決勝トーナメント1回戦のオランダ、準々決勝のオーストラリア戦に続き3戦連続で同じメンバーでした。さあ前半のキックオフです。日本移行決勝へ、いよいよ準決勝です。試合開始30秒、いきなりピンチを迎えた日本。これは裏を取ってくる、そしてそのシュートに来た、カイホリの右外れていきました。日本いきなり危ないシーンです。なかなかゴールを支配できない日本。12番のブロンズが上がってきます。ここは要注意ですよ。中までえぐってきた、うん、クロスは熊谷が弾き出します。やはり遠いところに来た岩清水です。一つ日本の左サイドからはかなりイングランドが攻撃を仕掛けてきています。高いボール、16番のチャップマン、膠着状態のまま前半15分が経過。そして前半16分、
地元のカナダを下して、あ、裏を取った有吉、さあ有吉スピード勝負になりますが、右サイドバック有吉は裏に抜けきれず、やはりイングランドも日本をかなり研究してきたなという、加藤さん、そんな立ち上がりでもありますね。そうですね。19分、イングランドはフリーキックから大きくゴール前へ、裏へのボール、カイホリが出てしっかりと、そしてフラッグも上がっています。その直後、日本がイングランドのゴール前へ、鮫島からパスが出た、中には大野が待っている、大君選手、切り返した、打てるか、最後は鮫島がシュートの形になりました。徐々にペースは日本へ。さあ、宮間からのボール、大気味、司令塔宮間から大気味へのパスは惜しくも合わず、そして体格で劣る日本は2人でディフェンスへ。宮間が戻ります。この辺りの運動量、日本の武器。さあ、奪った、日本のファンから大きな拍手。前半24分、宮間からのセンタリングは、さらには宮間、そのファーサイド、ちょっとこれはボールが流れます、川澄、ラインを割りました。前半の27分、イングランドのセンタリングはフリーのダダンへ。気をつけて、ちょっとフリーになっている、今最後一人フリーになっていましたが、助かりましたね、有吉、そして川澄、いいですよ、前を向いた、いいプレー。さあ、川澄ドリブル、中に持っていきます。やはりあれがあると川澄選手の良さというのがより生きてくると思いますので、はい、どんどん続けていってほしいですね。そして前半30分、ボールは右サイド有吉へ、そして中には大気味、さあ、倒された、どうか、 PK、 PK 獲得、 PK を奪います。日本にとって大きな大きなチャンスがやってきました。日本が見つめるキャプテンの右足、さあ、宮本、頼むよ、いつ蹴るの、溜めて溜めて、決めた、日本先制ゴール。キャプテンの宮間、鮮やか。キャプテン宮間が落ち着いてゴール左へ流し込み、日本が先制。そして宮間はご覧のようにベンチのメンバーに一直線です。しかし前半38分、イングランドのコーナーキックは、その外に放り込んでくる、こぼれた、ありますよ、倒した、ね、あーっと、日本 PK を与えました。大気味が相手ディフェンダーを倒して PK を与えてしまいます。ちょっと大げさにね、こう、やっぱ相手に PK あげるとちょっとそういうね、ペナルティーキック決まってイングランド同点に追いつきました。シュートはキーパーカイホリの右手をかすめますが、イングランド同点に1対1、うん、ここはパスを受けようとします。ここで前半終了のホイッスルです。ここで前半が終了、1対1、試合は同点のまま後半へ移ります。あ、綺麗な、さあ、後半のキックオフです。日本対イングランドです。もうすでに主審は笛を吹いていますが、今始まりました。互いに PK で1点ずつを取り合い、後半がスタート。日本とイングランド両チームの選手交代はなし。前半と同じメンバーのまま始まります。後半16分、ここ来ているか、シュート、これも本当にこの辺にハラハラしましたね。20分前後、カイホリナイスセーブ。この時間帯をしのげば、おそらくまた日本に時間帯はやってきます。後半の20分、イングランドのコーナーキック、ラインを押し上げます。しかしここでフリーになったブロンズ、もう一度次がチェックに行きます。反対側から今度はイングランドです。
そしてノンストップ注目のドリブラー、なでしこ最年少岩渕が大野に代わってピッチへ。準決勝の舞台でこの途中投入、岩渕のゴールは生まれるか。その岩渕、いきなりチャンスを作ります。そして岩渕、岩渕またかわした、またかわした、シュート。そして後半38分、強く戦ってきている今回のワールドカップ、いいボールが出た。そして大気味の足元、大気味が倒されたように見えましたが、これは PK ならず。後半39分、イングランドは背番号10カーニーを投入。そして後半43分、イングランドのパワープレー。逆にイングランドも全員上がってきています。さあカイホリ出るか、カイホリこの後ですね、折れたボール、クリアしました日本。さあ岩渕は通らない。そして勝利の女神が微笑んだのはアディショナルタイムでした。そして早い展開、さあ川澄、岩渕も手を挙げている、中に来て、いやこのボールどうか、決まった、ゴールですよね、日本ゴール、いやなんと相手のオンゴール。川澄が上げたクロスをイングランドのディフェンダーがオウンゴール。そしてここで試合終了のホイッスル、日本決勝進出。本当に強いなでしこジャパン、今回も1点差、しかもアディショナルタイムでゴール。